ガンユータ、ワールド、ミュージック、アワードから賞賛メッセージ。才能開花で世界進出。ガンユータ、29歳の誕生日を祝うファンメディアからのメッセージ。才能と魅力に迫る。ワールド、ミュージック、アワード、ワールドミュージックアワードは、キシユータに対して英語で心温まるメッセージを送った。メッセージの中では、彼の才能や業績を非常に賞賛し、 その貢献を高く評価しているこの賞は世界中の音楽業界において大きな影響を持つとされており岸優太のようなアーティストに向けられるメッセージは彼の国際的な認知度をさらに高める要因の一つとなるだろうガ優ユタは特に日本の音楽シーンにおいて優れたボーカルとダンスのパフォーマンスで知られておりその個性的な魅力がファンのみならず業界関係者にも高く評価されている 彼はこれまでに数々のアワードや賞を受賞してきたが、今回のワールド、ミュージック、アワードからの賛辞は、その活動が日本国内にとどまらず、グローバルな舞台でも認められていることを意味する。岸優太さん、彼の29歳の誕生日が2024年に祝われたこの日、多くのファンやメディアが彼を称賛し、その才能と魅力について語りました。彼は、単なるアイドルや俳優の枠を超えた存在として、 多くのの人々の心を掴んでいますかつてのキング・プリンスのメンバーとしてデビューした彼は、日本を代表する音楽グループの一員として名を馳せましたが、彼のストーリーはそれだけにとどまりません。リーダーシンガーとしての彼の輝きは、ナンバー・アンダーライン・アイという新たな舞台でさらに強く、幅広く光を放っています。ナンバー・アンダーライン・アイの誕生は、彼にとって新たなスタートの象徴でした。 キング・プリンスの他のメンバー、平野翔さん、神宮寺勇太さんと共に、新たな音楽ユニットを結成したことは、ファンにとって驚きと興奮をもたらしました。2024年の元旦にリリースされたデビューシングル、GOT は、瞬く間にビルボード・ジャパン・ホット100で1位を獲得し、圧倒的な視聴回数とエアプレイを記録しました。このシングルは、音楽界において革新的な作品として広く認知され、 ナンバーアンダーライン愛の未来に対する期待感を一気に高めました。彼らの次なる挑戦は、アメリカの音楽フェスティバル、コーチャイラ2024でのパフォーマンスでした。4月14日に行われたこのパフォーマンスは、ファンにとって一生忘れられない瞬間となりました。特に、彼らが披露した、GOT は、その翌日、アメリカの iTunes ヒップホップチャートで1位に輝き、 彼らの音楽が国境を越えて広がり始めた瞬間でもありました。これは日本のアーティストが海外で成功を収める一例であり、岸さんと彼のグループの可能性を象徴しています。その後、No.1&I は5月27日にシングル「BOM」をリリースしました。この曲はヒップホップの要素に日本の伝統的な音楽要素を取り入れた斬新な作品であり、 再び彼らの音楽的な幅広さと革新性が示されました。ボンホは YouTube のグローバルミュージックビデオチャートで2位にランクインし、その影響力の大きさを証明しました。彼らの音楽は、単なるエンターテイメントの枠を超え、文化的な意義を持つものとなっていきました。8月28日には、彼らの最新シングル INZM がリリースされ、再びビルボードジャパンホット100で1位を獲得しました。 このような連続的なヒット曲のリリースは、ナンバーアンダーライン愛のメンバーそれぞれの才能が結集した結果であり、その中でもキシさんの虹色の声と称される多彩なボーカルスタイルが特に注目されています。彼の声は様々な感情やニュアンスを表現することができ、その独自の音楽的な表現力は彼のファンを魅了し続けています。音楽活動に加えて、キシさんは俳優としても活躍しています。 2023年に公開された映画、グメン・アンダーライン・ムービーでは、彼が自らのスタントをこなしたことで注目を集め、ファンの投票によって選ばれる、日韓スポーツ映画賞で主演男優賞を受賞しました。彼の演技は、単なるアイドルから脱却し、真の俳優としての才能を開花させていることを証明しています。彼の表現力や身体能力を駆使したアクションシーンは観客を魅了し、 彼の俳優としての可能性を示すものとなりました。また、岸さんは音楽や演技だけでなく、社会貢献活動にも積極的に取り組んでいます。能登半島地震の被害を受けた子供たちを支援するために、彼は、Be On Your Side という楽曲の歌詞を書き、その収益を寄付しています。このように、彼は自らの才能を生かしながら、社会に貢献し続けています。岸優太さんの多彩さと、 人々に与える影響力は、音楽や演技の枠を超え、社会全体に広がっています。彼の音楽は、ただのエンターテインメントではなく、文化や感情を結びつける力を持っています。そして、彼の演技は、観客に感動と興奮をもたらし、彼の身体的表現力と感情的な深さを際立たせています。彼の今後の活躍がますます楽しみです。このような岸さんのキャリアは、 数々の成功に支えられているだけでなく、彼の絶え間ない努力と挑戦に裏打ちされています。音楽や演技に対する情熱、そして常に新しいことに挑戦する姿勢が、彼を一流のアーティストとしてだけでなく、リーダーシップを発揮する人物としても際立たせています。彼が率いるナンバーアンダーライン愛は、日本国内だけでなく、世界中の音楽シーンにおいてもその存在感を増しています。さらに、 岸さんはファンとの深い絆を持つことで知られています。彼のファンに対する感謝の気持ちや思いやりが、彼の人気の一員であり、彼の誕生日に寄せられた数々のメッセージがその証です。ファンからの応援や祝福の声は、彼の音楽や演技に対する真摯な姿勢と、彼が常に自分を高めようとする姿勢に対する敬意と感謝の表れです。彼のキャリアの一つ一つのステップは、ファンとの共同作業でもあり、 彼らの期待に応えるために彼は絶え間ない努力を続けています。また、岸さんの音楽や演技は、ただのアイドル活動ではなく、真のアーティストとしての表現に昇華しています。彼の歌声は、虹色の声として称賛され、多くのファンがその感情豊かなパフォーマンスに心を打たれています。彼の声は、どんなジャンルやスタイルの音楽でも自在に操ることができ、その表現力の幅広さは驚異的です。 さらに、彼がナンバーアンダーライン愛として取り組む音楽プロジェクトは、ただのトレンドを追うものではなく、日本の伝統文化を現代の音楽に融合させることで、革新性と深みを持つ作品となっています。岸さんは、音楽業界や映画界だけでなく、社会全体においても影響力を持つ存在です。彼の慈善活動や社会貢献に対する姿勢は、単にスターとしての輝きを超えて、 人々に対する思いやりと責任感を示しています。能登半島地震の被害を受けた子どもたちへの支援活動は、その一例に過ぎませんが、彼の活動の幅広さを物語っています。彼は、自身の影響力を最大限に活かしながら、社会に貢献し、より良い未来を創造するための努力を続けています。岸優太さんのキャリアは、常に挑戦と進化の連続です。 彼がキングプリンスのメンバーとしての活動から、ナンバーアンダーライン愛のリーダーシンガーとして新たなステージへと進化していく過程は、多くの人々にとってインスピレーションを与えるものです。彼のストーリーは、ただの成功物語ではなく、絶え間ない努力と自己成長、そしてファンや社会に対する深い感謝の気持ちが根底にあるものです。岸さんは、これからもその多彩な才能を発揮し続け、 音楽や演技の世界に新たな風を吹き込むことでしょう。そして彼のファンもまた彼の新たな挑戦を見守り応援し続けることでしょう。